い、こんにちは。税理専門税理士川南です。本日の YouTube 動画は、車の買い方がいろいろあるけども、どの方法で購入するのが一番メリットが大きいのか、お得なのかについて解説をしていこうと思います。現金一括なのか、それともローンを組む方がいいのか、動画で解説しますので、しっかりと一緒に勉強していきましょう。私はオンラインサロンの運営と、またいろいろと各 SNS をやっております。そしてビジネス書を2冊出版しております。これらのものすべて概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひ一度概要欄覗いてみてください。それでは早速、本日車の購入方法いろいろありますが、お得な方法がどれなのか解説していきますので、動画最後まで見て一緒にしっかりと勉強していきましょう。はい、それでは車の購入方法、一番お得な方法はどれということで、現金一括なのか、ローンなのか、それともリースなのか、一緒に勉強していきましょう。本日の内容です。車の購入にお得な方法は一体どれということで、順番に解説をしていきます。一括現金購入のメリット、デメリット、そしてローンで購入する場合のメリット、デメリット、カーリース契約の場合のメリット、デメリット、そして最後残価リース契約というふうなものについてメリット、デメリット、そして最後まとめ、本日このような流れでいけますので、皆さん最後までしっかりと動画見ていただけると嬉しいです。では次のスライドで現金一括で買う方法から見ていきましょう。はい、現金一括で購入する場合です。こちらまず一つ目のメリット、借り入れの手間がないということです。自分が持っている現金で車を購入するため、借り入れの手間や審査の手間などなど必要ありません。ですので車をすぐに入手することができやすいということです。ただしですね、今ちょっとコロナの真っ只中で半導体不足でですね、今台数制限がある車種などなどありますので、そういったことねありますので注意してください。それを一旦置いておくと、現金一括で購入すると借り入れの手続きなど審査などなどの手間が少ないため、すぐに入手できるというのが最大のメリットになります。そして次、利息がかからないということです。借り入れをして車を購入するとですね、その借り入れをするということにあたって、どうしてもその借り入れ金に対して支払いの利息、利子というものがつきます。現金一括購入の場合はこの利子がかからないということがメリットなのではないでしょうか。そして現金一括で購入する場合、いいことは車の所有者が自分になるということですね。これ名義が自分名義になります。ですので、例えばこの買った車をですね、売却するとき、また処分するタイミングは自分に決定権があるということになります。こちらローンなどで購入するとですね、自分名義ではないですので、勝手に処分するということができなくなります。そういった面でも車の所有者名義が自分になるということが現金一括購入のメリットになります。では逆にデメリットを紹介していきます。まず一つ目のデメリット、手持ちのお金が減るということです。自営業経営者の場合はですね、資金繰りをしていかないといけないというねことがあるんですけども、この現金一括購入をするとですね、どうしてもまとまったお金が出ていってしまいますので、手持ちのお金が減ってしまう、また資金が減ってしまうというデメリットがあるということはしっかりと押さえておきましょう。そしてもう一つ、予算内の車で検討することになる可能性があるということです。もちろん資金に余裕があったりとか、預金やプール金に余裕がある場合はですね、こういったデメリットは解消されますが、一括で払える車となりますので、どうしても予算が出てきてしまう方が多いんじゃないでしょうか。そして予算内の検討になりますので、例えばグレードを下げなければいけないとか、まあ、付けたかったオプションを諦めようかなっていうようなことになる可能性もあります。では次にローンで購入する場合のメリット、デメリットを一緒に見ていきましょう。ローンで購入する場合です。こちら一つ目のメリットは、手元に資金がなくても買えるっていうことが最大のメリットになります。現金を吐き出す必要がないため、たとえ自分がですねプール金がないとか貯金がない場合にもですね、ローンで購入をすれば手元に資金がなくても車が買えるということになります。そしてこれに引き続き、手持ちのお金が減らないということですね。現金一括で購入すると手持ちのお金がね大幅にその分減りますけども、ローンで購入するとですね、こういった他の投資に取っておけるとか、車の購入の次大きな支払いがあるっていう時にですね、手持ちのお金が減らないっていうのは大きなメリットになってきます。そして支払いが計画的になります。借り入れをするとですね、返済計画表っていうのがもらえますので、毎月いくら固定でローン返済のためにいくら払っていくっていうのがですね、その先将来が見えますので、支払いが計画的になります。ですので返済が計画的になりますので、そこまで怖がらなくてもローンで購入するっていう方法もありなんではないでしょうか。また全てをローンにする必要はなくてですね、頭金だけは現金で払うという方もいらっしゃると思います。では次にローンで購入のデメリットについて見ていきましょう。
まず一つ目、ローンの審査が必要となってしまうことです。これ先ほどね、現金購入、現金一括購入の場合にも説明したんですけども、ローンの審査がね、必要となりますと、どうしてもその分期間が、審査の期間が入りますので、少し車を購入するまでに時間がかかるという点。そしてこの審査がですね、必ずしも 100% 通過するとは限らないわけです。まあ、車の金額によっては通過しなかったっていうケースもありますし、ローンで購入しようといって、ローンが通るであろうと思っていてもですね、100%ローンが通過するわけではないということだけ頭に入れておいてください。そしてローンで購入する場合、利息の支払いが発生します。お金を借りることになるので、それについての利息、利子がつくってことですね。この利子、利息を払うのがもったいないという価値観の方もいらっしゃいますので、こういった点がデメリットになってくるのではないでしょうか。そして次のデメリットは、借入金が増加するということです。車の購入のローン以外にですね、自分の仕事上のもので借入金をすでにしている方、また起業するときにですね、店舗や土地を購入するため比較的大きな借入金をしている方はですね、この車をローンで購入することによって借入金の金額がその分さらに上がってしまう、要は積み上げられるってことですよね。例えばもうすでに2000万の借入をしている方がですね、さらに500万車を買うから500万円のローンを組んだ場合、借入金が2500万というふうに貸借対照表に載ってきますので、それを見てですね、銀行の方がとか、まあ、客観的に見られた場合に借入金があまり多いとっていうようなケースも絶対ではないですけどありますので、この借入金が増加するっていうのもデメリットの一つとして挙げられるのではないでしょうか。はい、そして最後のデメリットはこちらです。所有者が自分にはならないってことですね。もちろんローンを返済すればですね、自分名義に変更することになりますので、そこでようやく自分名義、まあ自分のものになると言えるんですけど、このローン返済中はですね、自分名義ではありません。ですので車を売却しようとか、誰かにね、譲ろうかなと思ってもそういうことができないということがデメリットになってくるかと思います。さあ、それでは次にカーリースの場合を見ていきましょう。カーリース契約で車を、まあ、入手する、購入するっていうのはあれですけど、入手する場合について解説をしていきます。まず一つ目のメリット、頭金が不要ってことですね。もちろん中にはですね、ローン全額ね、頭金も入れずに借りるって方もいらっしゃると思いますけど、カーリースの場合は完全にこういった頭金というのは不要になります。もしかしてディーラーによってはですね、頭金はいくら入れてくださいねっていうルールがあるところもあります。全部ではないんですけど、そういった時にもですね、カーリースだと頭金が不要というメリットがあります。はい、次のメリットは初期費用が不要ということです。車を購入する際にはですね、車の車体本体価格のみならず、いろいろな費用がかかっていきます。これらを法定登録費用というふうに言うんですけど、これらの中にどういったものがあるかと言いますと、自賠責だったり、自動車税だったり、また登録費用だったり、またナンバーをね、自分の好きな希望ナンバーにするという方は、そういった方の手数料や、またですね、車購入するときにはですね、車庫証明みたいなね、取らないといけないということで、そういったもろもろの登録費用というのがかかってきます。そういった初期費用がカーリース契約の場合は不要になるというのが大きなメリットです。そして月額定額です。カーリースというのは基本的に契約が月額でいくらというふうにも固定されてますので、いきなりそれがですね、上がったり下がったりということはありません。そしてカーリースの最大の特徴、他の車の購入方法と違う最大の特徴がこちらになります。経費として計上できるという点です。カーリースの契約費を経費としてリース料ということで経費計上していくわけです。ですのでカーリースで車を入手した場合は減価償却はしないということになります。経費で計上していくっていうのが一つの大きな特徴になりますので、しっかりと押さえておきましょう。そしてさらに車検やメンテナンスが込み代で設定しているカーリース契約が圧倒的に多いです。ですので車検やメンテナンス代が後から必要になるとか、車検代高かったなみたいなことがなくなります。こういった風にいろいろと込みついているっていうのもカーリースの最大のメリットではないでしょうか。そしてこちらもですね、お金を借りる必要がないため借入金が増加しないというのもカーリース契約のメリットになるかと思います。では次、カーリース契約のデメリットを紹介していきます。デメリット、まず一つ目です。支払い総額が高くなる可能性があるということです。こちらどうしてもですね、リース会社が車を購入してきて、その車を貸すっていうことで成り立っているビジネスになります。ですのでこういった車検代やメンテナンスも込みのため、車を一括購入する、まあ、現金で一括購入する場合よりもですね、支払いの総額は高くなる可能性があるということを覚えておいてください。そして次の重要ポイントです。途中解約は解約金が必要になる場合が多いです。
カーリース契約というのはですね、縛りがありまして何年間契約というふうになっておりますので、その途中で解約をするとですね、まあ、違反金ということで解約金が必要になるということを頭に置いておく必要があるかと思います。はい、そしてもう一つ注意点です。走行距離に制限がある場合もあります。契約するときに確認しっかりとしてほしいんですけども、走行距離がいくらまで、まあ何キロまでですよというような制限がある契約も多いですので気をつけましょう。では次に残価クレジットで車を購入する場合です。はい、次は残価設定クレジットで車を購入する場合です。これ昔はなかった方法なんですけど、車の全体価格に対してこの分は数年後のこのタイミングにこの車がいくらぐらいで売れるよねっていうこの残価を設定してあって、その残りの分、残価を差し引いた部分を分割して払っていけばいいですよっていう残価設定クレジットという方法が昔はなかったんですけど、新しい車の購入方法として出てきております。このメリットはですね、返済額が少額になるということです。要は残価部分はもう除かれていますので、返済金額が車体全体にはかからないで、残価を除いたこちらのね残った部分になりますので、ローンで購入するよりも返済額が少額になるというメリットがあります。そして契約終了時に選択することができる契約が多いです。これどういったことかと言いますと、この残価が残った段階でじゃあどうしますかっていう選択ができます。売却するっていう方法も、まあ、手放すっていう選択をすることができますし、また残りの金額をそのままローンを引き継いで支払っていくっていう方法もできます。要は乗り換えるのか、そのまま今ねこの払い終わった車をですねこのまま自分がその後も買い取るのかっていう選択をすることができるっていうことがメリットになります。さあ残価設定クレジットのデメリットです。まず利息についてなんですけど、利息はですねローンと同様残価部分にもかかってきます。この残価をね除いた部分だけに利息がかかればいいんですけど、そういったわけではありません。ローンと同様車体本体の残価部分にも利息がかかってくるので、その点はしっかりとね押さえておきましょう。そして契約終了時に追加金が発生する場合もあるというのがこの残価設定クレジットのデメリットになります。これどういったことかと言いますと、車を予定通り丁寧に綺麗に乗ってればいいんですけど、どうしても乗ってる間にですねどこかに擦ってしまったり傷をつけてしまったり、また事故にあってですね何かしら価値を傷つけてしまうということが起こりますと、この契約終了時のタイミングにですね追加料金が発生したりする場合もあります。要は残価で設定している金額を割り込んできてしまうと、その分ですね追加金が発生するというケースもありますので、これはですね、まあ、対応策としては綺麗にね事故なく無事に乗るっていうね対策方法しかないんですけど、万が一こういった時になるっていうケースも頭の隅に置いておきましょう。そしてもう一つ最後です。走行距離の上限がある場合も多いです。これどういったことかと言いますと、走行距離をこれ以上超えてしまうと追加料金が発生しますという契約を最初に結ぶことになるっていうことですね。なのでこの契約を最初に結んでいると走行距離の上限があって、その走行距離を超えてしまうと追加金が発生するってことになります。こちら2つね追加金が発生するということで似た点があるかもしれませんが、こういった点にも残価クレジットは気をつけておかないとですね、思わぬ落とし穴にはまる、こんなはずじゃなかったっていう風になるかもしれませんので、契約内容というのはしっかりと確認をしてください。では以上4つのね車の購入方法を見てきました。そしてそれぞれのメリットデメリットを考慮して、じゃあ一体どういう風に車を買えばいいのか、まとめに入っていきたいと思います。はい、おすすめの購入方法です。やはりですね、一つおすすめの方法としてはローンで購入をおすすめします。資金に余裕がある、貯金額に余裕があるという経営者の方はいいんですけど、やはり経営者というのはですね資金繰りをしていかないといけません。日々支払いをしていく、スタッフの給料を毎月決まった日に払うというようなことをしていかないといけませんので、やはり手持ちが少なくなる現金一括っていうのはあまりおすすめではありません。経営者としては手持ちの資金が大事ということで、現金一括で購入するよりはですね、やはりローンを利用して購入する方がいいんじゃないかなというふうに思います。ローンで購入すると利息っていうのはどうしてもかかってきますが、手持ちの現金を確保できる、まあ使用料というかね、まあ利用料っていうふうに考えて利息っていうのは払っていけばいいんじゃないかなというふうに私は個人的に思っております。そしてもう一つおすすめなんですけど、カーリースで購入するっていうのも意外とありなんじゃないかなというふうに私は思っています。これはどうしてかと言いますと、定額ということですね。カーリース、要はリース料が毎月定額っていうのと、やはりメンテナンス代込みとか車検代が込みというのは非常にメリットが大きくてですね、車を持っているとイレギュラーな出費ってあるじゃないですか。修理が必要になったり故障がなったりという、またそのイレギュラーによってですね車検代が思ったより
より高くついたってなりますと、また資金繰りが大変になったり、イレギュラーな出費によってですね、ビジネスの方が圧迫されるっていう可能性もありますので、この定額ということとメンテナンス代込みというのはメリットになるんではないでしょうか。そしてリース代は経費に計上をすることができます。経費に計上することができますので、車を使う限り、またねリースを継続する限り、リース料というのはずっと経費として長い期間計上することができます。これもですね、減価償却と比べますと、減価償却は新車の場合は普通車で6年っていう風な6年間で償却が終わってしまうっていうねルールなんですけど、リース代になりますとリースをし続ける限り経費として計上することができるということで、減価償却よりも絶対いいですよというふうには言えないんですけど、こういった経費計上がずっとできるっていうのは大きなメリットとして捉えることができるのではないでしょうか。そしてカーリースで車を持ちますと、借り入れ金が増加しないというのもメリットの一つになります。要は貸借対照表の借り入れ金額がですね増えませんので、借り入れ金が増加しないということで貸借対照表の負債が少ないというふうに見せることができるということも一つのポイントかと思います。今言ったように車の購入方法4つ紹介しておきました。どれを絶対にしてはいけないとか、どれが絶対におすすめっていう話ではないんですけど、それぞれのメリットデメリットをしっかりと確認して、自分にとっては、自分の今のビジネス規模にとってはどれが一番ベストなのか選択するということが大事かと思います。そして先ほどから言っているように、リース代は経費に計上できるっていうふうなことをね紹介しておりますけど、じゃあ減価償却ってどういったものなのか、次のスライドで簡単に紹介をします。減価償却の基本になります。要は長期にわたって使用する10万以上の資産は基本的に減価償却をするっていうルールがあるんですね。例えば300万円の新車を買った場合は6年間で償却をしていきます。これを1年間、要は車というのは長期にわたって使用するものなのにもかかわらず、ここで1年で300万円を経費として計上してしまうと、この1年で経費を負担することになって、長く使うはずの車がですね1年間でドンと経費に計上するっていうのはちょっとねルール上おかしいよねっていうことで、減価償却というルールが設けられているわけです。この例でいきますと、300万円を6年で償却すると考えると、1年で50万円ずつをこう分けて経費計上をしていくっていう考え方が減価償却になります。そして計算方法には定額法と定率法と呼ばれるものがあります。もう少しね減価償却知っておきたいなとか、リース料と比較してどうなのかっていうことを知りたい方はですね、過去の動画で減価償却完全マスターという動画ありますので、そちらの動画を見て減価償却について学んでいただけるとより理解ができるかと思います。はい、それではまとめです。ビジネスの自分の経営状況によって選択をするということが非常に大事です。そしてまた手持ちの資金状況によってですね、現金一括なのかローンにするのかっていうのを決めるということが一つのポイントです。そしてまた資金繰りが心配な方とか、資金繰りの状況が怪しいなっていう方はやはりですね、現金で購入してしまうよりはローンやまたリースや残価クレジットっていうものを使った方がいいかと思います。そして最後紹介したようにですね、リースによって経費計上するのが自分にとってはいいのか、また減価償却を使って経費計上していくのがいいのか、会計処理の違いというのがありますので、そこをしっかりと学んでですね、どちらが自分にとって自分の今のビジネス今年の儲けに対してどうなのかっていうのを判断できるようになると、できる経営者と言えるのではないでしょうか。そしてまたですね、減価償却の方法、少し今計算方法2種類ありますよって紹介したんですけど、こちら定額法を使うのか定率法どちらで計算するかによってですね、また有利不利っていうのが変わってきます。これも一概にどっちが得っていうふうには言えませんので、自分のビジネスの状況によって定額法がいいのか定率法がいいのかっていうのを選択ができるようになるのですね、もうできる経営者ということになるんじゃないかなと思います。基本的に自営業フリーランスの方はですね、届出を出さない限り定額法がベースとなっております。逆に法人の方はですね、届出を出さない限り定率法がベース基本となっておりますので、その点ご注意ください。そして先ほど言ったように減価償却についてもう少し知りたいって方は、減価償却完全マスターの動画出ておりますので、ぜひそちらの方を見て勉強していただければと思います。それでは本日の動画の内容は以上になります。4つの購入方法、自分がどれがいいのか判断の参考になると幸いです。はい、
私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しております。メリットが3つあります。1つ目がオンライン上で税理士を味方につけれるということで、オンライン上でいつでも質問や相談をすることができます。こちら Facebook の非公開グループで運営をしておりまして、イメージとしてはですね、チャットで相談をする、まあ文章で相談をして、私がコメントで文章で返事をするっていうようなイメージを持っておいていただけるといいんじゃないでしょうか。そして2つ目のメリットは、サロンズームを定期的に開催しています。こちらはですね、サロンメンバーさんと私とかですね、ズームで集まって、そのズーム上で私に直接相談することもできますし、また企業メンバーばかりですので情報交換ができて非常に参考になるということで好評です。3つ目、税理士の裏側を公開しております。こちら経理や税金、ビジネスに役立つ情報を平日毎日文章で投稿していってます。その記事を読む権利はオンラインサロンに入会した方の権利になりますので、こちらの記事が読めるというのが3つ目のメリットになります。オンラインサロンの詳細については概要欄の URL から飛べるようになってますので、皆様の入会お待ちしております。そして私はビジネス書2冊出しております。インボイス制度に関する本と、またですね、フリーランスに必要な経理、税金、節税、確定申告の必要な情報が1冊にギュッとまとまった経理節税 Q&A ブックというバイブル本出しております。どちらも Amazon Kindle 版もあります。楽天ブックスからも購入可能です。大きい書店では本置いてあるところ多いと思いますので、ぜひ探して手に取ってください。はい、そして YouTube の方もチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また各 SNS は Instagram、TwitterTikTok、Voicy とやっております。またスレッズもやっておりますので、各 SNS ぜひフォローしていただけると嬉しいです。こちらもすべてリンク概要欄に貼っておりますので、そちらの方から飛んでいただけるとフォローできると思いますので、お待ちしております。はい、それでは本日の動画以上となります。車の購入方法4つ紹介しました。皆様にとってどれがお得か参考になると幸いです。これからですね、10月インボイス制度がいよいよスタートしますし、また年明けからはですね、電子帳簿保存法がいよいよ本格的に稼働していくということですので、皆さん押さえておかなければならない情報てんこ盛りでございます。そして経理、税金、確定申告はですね、知らないとか情報を得てないがゆえに損することが非常に多いです。ですので皆様しっかりとですね、こういった動画を見て自分の身を守るために情報、知識一緒に頑張って勉強していきましょう。また参考になるような、また自営業フリーランスの方にためになるような動画上げ続けておりますので、チャンネル登録の方と、またいいねやコメント感想いただけると励みになりますので、ぜひぜひお待ちしております。それでは本日の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。